こんにちは、皆さん。徳川家康は、戦国時代に乱世を生き抜き、天下統一を成し遂げた。江戸幕府を開き、約260年もの間、太平の世をもたらした。苦労を強いられて育ち、人質だった子供時代、織田信長、豊臣秀吉に仕えた武将時代、その半生は波乱に満ちていた。家康は日本史の偉人として抜群の知名度がある。もしかしたら日本史で最も有名な人物かもしれないね。織田信長、豊臣秀吉と共に三英傑と呼ばれる家康。今回はその生涯について話すね。徳川家康は1543年に松平広忠の嫡男として誕生した。幼名は竹千代。父の広忠は三河の国衆だ。国衆とは戦国大名ほど大きくはないけど、小さいながらも領土を持った土着の武士団のこと。広忠は東の今川義元と西の織田信秀の大勢力に挟まれていた。人質時代、家康は6歳で人質として織田家へ行った。2年後には今川家と織田家の人質交換が成立して、今川家に行くことになった。家康は今川義元からエリート教育を受け、義元の姪と結婚した。そして義元の元の字を与えられ、松平元信として元服した。家康は義元のために懸命に働いた。1558年に初陣では勝利を果たし、元康に改名した。1560年の桶狭間の戦いでは、先鋒として最前線の砦に兵糧を運ぶ役を任され、見事に成し遂げた。けれどその戦いで義元は織田信長に撃たれてしまった。後ろ盾を失った家康は生まれ故郷の岡崎城に入った。信長との同盟、今川義元が亡くなって今川家の勢いは衰える一方だった。家康もその様子を見て信長に鞍替えしていった。1561年、信長と清洲同盟を結び、今川家から三河を切り取っていった。ただ同盟といっても信長の方が立場が上だった。これ以降家康は信長の臣下として戦いのために遠方へ駆り出されることがあった。信長との同盟で西を安泰にして、家康は三河西部を平定していった。その過程で一向宗の寺院が反発し一揆を起こした。それに多くの家臣が賛同してしまった。家康は一向宗との戦いに勝利して、和議に持ち込みなんとか鎮圧した。そして西三河の統制を強めて東三河に進出していった。東三河の国衆で味方につく者は受け入れ、敵対勢力は打ち倒していった。1566年、ついに三河統一を果たして三河一国の大名になった。そして朝廷より勅許を得て三河の神に叙任された。三河統一の過程で改名と改姓をして徳川家康と名乗るようになった。その頃今川家は配下の反乱が起きて弱体化が著しかった。すると下位の大名武田信玄は今川領への野心をあらわにした。今川家と武田家は同盟を結んでいたが、信玄には関係なかった。信玄は家康と密約を結び、信玄は東から、家康は西から今川家を攻めて滅亡させた。こうして家康は三河に次いで遠江を領有することに成功した。武田家との戦い、今川を滅ぼした信玄は次の野心を家康に向けるようになった。1572年に
信玄は家康の領土に侵攻した。信玄は遠江の城を次々に落としていった。家康は三方ヶ原の戦いで本拠地の浜松を無視して西に向かう信玄の背後を突こうとして惨敗。浜松城に逃げ帰ったけれど、信玄はこの時に体調を崩していて翌年に病死した。こうして家康は九死に一生を得た。そして武田家の後を継いだ勝頼も猛将だった。勝頼は三河や遠江の城を落としていき、家康と激しい攻防が続いた。その中で1575年に信長と家康の連合軍と武田勝頼の戦い、長篠の戦いが起こった。この戦いで多数の鉄砲を揃えた信長と家康の連合軍は勝頼軍に勝利した。勝頼はその後体制を立て直そうとしたが叶わなかった。重臣が信長や家康に内通したこともあり、1582年に武田家は滅んだ。本能寺の変。武田家を滅ぼした功績で家康には信長より駿河が与えられた。さらに疲労として信長から接待を受けていた。その時に起こった重大事件が本能寺の変。信長が重臣の明智光秀の謀反により撃たれてしまった。この時家康は堺の見物を終えて信長に挨拶に行くため京都へ向かうところだった。家康は早を引き連れておらず、周りには少人数の家臣しかいなかった。明智勢の襲撃や落ち武者狩りが危惧される中、伊賀を抜けて無事に領国に帰った。家康は信長が占領した旧武田家の領土に進出した。ここは信長死後に反乱が起きて主のいない国になっていた。ここで関東の大国北条家と戦いになった。兵力で劣るものの、家康はよく戦い有利な和議を勝ち取り、北条氏と同盟関係を結んだ。そして甲斐、信濃、駿河、遠江、三河を領有して五カ国の主となった。その頃信長亡き後の織田家では、信長の次男織田信雄が羽柴秀吉、後の豊臣秀吉と対立していた。秀吉はもともと信長の重臣で、いち早く明智光秀を討ったことで発言力を増していた。そして対立した重臣の柴田勝家を静ヶ岳の戦いで滅ぼして、自身の権力基盤を強固なものとしていた。小牧・長久手の戦い。織田信雄はこのままでは織田家の天下は秀吉に奪われると考え、家康を頼った。家康は信雄に味方し、秀吉に対して挙兵した。1584年、秀吉軍と家康信雄連合軍は小牧にて対峙した。秀吉は信長の領土の多くを勢力下に置き、大軍を率いていた。家康は兵力で劣っていたけど、両軍は互いに手を出さずに対峙を続けた。その中で秀吉は優勢な兵力の一部を別動隊として家康の本拠を攻撃しようとした。家康はこれに対して迅速に動き、秀吉の別動隊を長久手で打ち破った。これは秀吉にとっては手痛い敗戦となった。以降は両者とも積極的に打って出ることはなくなった。すると秀吉は新たな手を打った。突然秀吉は信雄には和睦を申し入れ、信雄もこれを受諾した。信雄は家康に無断で秀吉と和睦したんだ。もともと家康は信雄に頼まれたため秀吉と戦っていた。家康は戦を続ける大義名分を失い、仕方なく秀吉と和睦した。秀吉へ真珠。
秀吉は小牧長久手の戦いの後、凄まじい勢いで勢力を拡大していった。家康との国力差は、開く一方だった。秀吉は家康を懐柔しようとして、妹を家康と結婚させた。さらに秀吉は、自分の母を人質として家康の元に送った。これを受けて、家康はついに秀吉に臣従した。こうして家康は今川、織田に続き、豊臣秀吉に仕えることになった。関東以北、秀吉の臣下となった家康。それ以降は秀吉に尽くした。関東を治める北条氏を秀吉が攻める小田原征伐にも、家康は参加して北条氏を滅ぼすことに貢献した。ここで秀吉から過酷な命令が下る。今まで家康が持っていた5カ国を没収して、新たにかつての北条氏の領土、関東の8カ国を与えるというものだ。確かに、石高だけで言えば、大きく増える。けれど、天下の中心だった京都や大阪からは遠く離れてしまい、長年の領国経営で懐いてきた民とも切り離されてしまう。しかも、関東では北条の残党が反乱を企んでいるという噂があった。だけど家康は秀吉の要求に耐えて不満を漏らすことなく、江戸城に入った。秀吉は後継者の豊臣秀頼をサポートする体制として、家康を諸国の有力大名から選んだ五大老の筆頭とした。関ヶ原の戦い。1598年に秀吉が亡くなった。後を継いだ豊臣秀頼は6歳の幼児。それまで豊臣家に忠実だった家康は、徐々に豊臣政権の政務を仕切るようになった。それを快く思わない石田三成たちと対立して、1600年に関ヶ原の戦いが起こった。戦いは長きにわたり互角の戦いが続いていたけど、小早川秀秋の裏切りがきっかけで、三成側の武将が続々と家康側に寝返ってしまった。こうして戦いは家康軍が勝利した。家康は名実ともに、天下人としての地位を確立した。征夷大将軍、徳川家康。天下人となった家康は、1603年、朝廷より征夷大将軍に任官され、江戸に幕府を開いた。そして、1605年に、将軍職をこの秀忠に譲り、将軍は徳川家が世襲することを世間に示した。その頃は、豊臣家も存続していたけど、家康に従うことを拒否していた。1614年、家康は大阪の陣で豊臣家を攻めて、翌年に滅亡させた。そして、近中並びく下諸法度、武家諸法度を発布して、朝廷や大名を支配下に置いた。家康は、豊臣家を滅ぼした翌年の1616年に、病により死去した。享年75。まとめ。徳川家康は江戸幕府を開いた天下人として、あまりにも有名だね。だけど、最初から天下人を目指して、ひたすら突き進んだわけではない。今川義元、織田信長、豊臣秀吉と、家康には絶えず上に立つ存在がいた。家康は、彼らに対して、ひたすら忠実に仕えて信頼を勝ち取った。そしてチャンスが訪れた際は、思い切って挑戦した。その結果、ついには征夷大将軍として、日本の頂点に立ち、260年以上続く江戸幕府の体制を作り上げた。多くの苦難を乗り越え、チャンスをつかみ取った偉大な存在と言えるね。今回の話は面白かったですか？よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。